美しい景色でございましょう草花は風と踊り小鳥たちの歌と彼なたに見える海の潮騒ようこそいらっしゃいましたまれびと様おやあなた すみません、無作法ですがもう少しまれびと様のお姿をよく見せてくださいませふむふむこれはやはり <laughs> もしやとは思いましたがあ申し訳ありませんこちらにいらしたばかりで きっと困惑されているというのに私としたことがうん大変失礼いたしました私の名は咲夜と申しますそしてここはそうですね言うなれば夢の中の世界でしょうかマレビト様の生きておられる世界とはまた別の 少しだけ断りを外れたところにあるのです。ああ、ご安心くださいませ。まれびと様のお体は今もうつしおでぐっすり眠られております。何らかのきっかけで意識だけがこちらに迷い込んでしまったのでしょうね。眠りから覚めた時にはきちんと元の世界に戻れることでしょう。 私が何者なのか不思議に思っておられますかそうですね <laughs> ご想像にお任せいたしますさて立ち話も何ですからくつろげる場所に参りましょう右手の奥に白い鳥居が見えるかと思いますどうですか 見えましたかそこは私の住まうお社です先ほどまれびと様のお姿をよーくお見せいただいた際によくない気がまとわりついているのを感じましておそらくうつしでの暮らしの中でまれびと様が知らず知らずため込んでしまったものでしょう気づいてしまった以上 私としても放っておくことはできませんこうしてお会いできたのも何かのご縁私がまれびと様のよどみを払って差し上げましょう <laughs> すみません突然こんなことを言われても困ってしまいますよねですが安心してくださいませ決して悪いようにはいたしません それに、こう見えても、私のお払いは、とても効果があるんですから。まれびと様の癒やしになれるよう、誠心誠意、尽くさせていただきます。さあ、早速お社へと参りましょう。お払いの儀式の前に、いろいろと済まさねばならないことがありますゆえ。 どうですか立派な鳥居でしょうまれびとの背丈の数倍はありますでしょうかそれに白一色の鳥居というのも少し珍しいかもしれませんね白は穢れなき色神聖さを表す色とも言われております このお城に祀られているのは厄よけや安産、広く言えば人々の繁栄を司る神様なんですよ他にも山の神火の神酒造の神などいろいろとご利益があるようですそれから何でも大層美しい神様だったとか会ってみたい ですか <laughs> そうですねいつか会えるといいですねさ中へと参りましょうかそういえばうつしでは鳥居をくぐる際中央を通ってはならないという決まり事があるようですね何でもそこは神の通り道ゆえ だとか。<laughs> お気になさらずとも大丈夫でございますこのお社にはそのようなさじを気にかけるものはおりません神を敬う心構えさえあれば作法などはいかようでもよいのですさてまずはこの手水屋で 軽く手や腕を清めていただきましょう。きっとまれびとさまの気持ちも晴れやかになりますよ。そうだ、いいことを思いつきました。せっかくなので、私が流して差し上げます。<laughs> ご遠慮なさらずに。 ほらきれいな水でございましょうこんなにも住んでいるのですから流せばさぞ心地よいことでしょうでは失礼いたしますねまずは左のお手を指先から少しずつかけていきますね 少し冷たたかったですかねでもこの冷たさがむしろすがすがしい気分にしてくれるそう思いませんか肘のあたりまで流してしまいますねだんだん冷たさにも慣れてきたでしょうさて 次は右のお手ですね。肌の上を水がずっと流れていくのはこう少し不思議な気分になりませんかこそばゆいようなそれでいて気持ちいいような。 ここの水はわずかながら癒しの力もあるのですがどうですか目に見えるものだけではなく胸の内側にとどまったものも洗い流されていくような心地がするでしょううんこれくらいで十分ですね今濡れた手をお拭きいたします濡れたままでは、 風邪をひいてしまいかねませんしっかり拭き取って差し上げますのでおとなしくしていてくださいませゴシ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 拭き残っているところはなさそうですねはい終わりましたよこれでいくらか爽やかな気持ちになっていただければ嬉しゅうございます ではお次は離れの方にご案内させていただきますね来客用の茶室があるのでそこでおいしいお茶とお菓子を振る舞わせてくださいませすみません お待たせしてしまいました私がもてなす側だというのにおやちょうど釜のお湯が沸いたようですねうん。では改めましてようこそいらっしゃいましたまれびと様。僭越つながら私が亭主としてお茶とお菓子を振る舞わせていただこうかと思います いかかがですかこの茶室はこれが建てられた頃はまだ宇つの人々が腰に刀を下げていたんですですがここはしがらみも身分も問わない安らぎの場そのような無粋なものを振り回せないようわざとこのような造りになっているのだとかまあ今となっては。 少々窮屈なだけの部屋となってしまいましたがただ私はこれくらいの方が相手の表情がよく見えるので気に入っているんですよそれにお茶の香りもより楽しめますからねさてではまずお菓子からお出ししますね こちらは甘くて優しいお味の金平糖です。本来ならお皿に移した状態でお持ちするのですが急いでいたものでお着をしてしまいましたこうしてお皿に開けてみると色とりどりで可愛らしいですね <laughs> 少し面白いことを思いつきました手品とはやや異なる気もしますがちょっとしたお遊びをご覧に入れましょうこれから私がまれびと様のお好きな色のコンペイトのみをより分けて差し上げますこれとこれとこれと <laughs> これも そうですね <laughs> どうして自分の好みを知っているのかと考えておられますかそうですね種も仕掛けもございませんと言いたいところですが正直に申しますと私はイカ様をしております どんなイカ様かまではおえできませんが例えるならば巫女の力のなせる技でしょうか <laughs> 戯れもこれくらいにして次はお茶をご用意いたしますねその窓から見える庭も素敵でございましょう穏やかな光を浴びて 草木の緑や池の青敷き詰められた石の白がみずみずしく輝いております私も時折何も考えることなくこの景色をぼーっと眺めたりするものです目を閉じて耳を澄ませるのもおつなものですね風の音 草木の音、水の音。写し世では、あまり気に留めることはないかもしれません。昔と違って、ずいぶんと忙しい世界になってしまいましたゆえ。さあ、出来上がりました。心安らぐ景色と音、そして お茶のいい香りを楽しみながらゆっくり味わってくださいませさあまれびとさままずはこちらの羽織にお召し替えをいたしましょう儀式を行う者はもちろん受けるものにもふさわしい身なりというものがございますまれびとさまが安心して儀式を受けられるよう 私が着付けさせていただきますねでは少々失礼して後ろからまずは左の袖をとこの羽織もお社に古くからある立派なものなんですよ神の加護が込められていて。 ほら肌に触れている部分からポカポカと温まってきませんかそれに特別な糸を使っているので肌触りも優しくて心地よいでしょでは続いて右の袖もん 左袖に比べて形が崩れてしまっていますねこれはどこを整えればえー、っとここのしわを引っ張ればあるいはよし綺麗になりましたよくお似合いでございますよ 最後に前止めの紐を結ばせていただきますねはい出来上がりです次は髪を整えさせていただきますとっておきの髪油があるんですよこれを私の手によくなじませて失礼しますね 我人様の髪に擦り込んでいきますパチパチと泡がはじけているのが分かりますでしょうかこれも特別な材料が入っていてシュワシュワと気持ちのいい感覚が味わえるんですよ <laughs> くすぐったいですか ですがここはこらえてくださいませせっかく素敵な着物をお召しになったのですからそれ以外も整えませんとでそれを串で溶いてあげて反対側も同じようによし我れながら惚れ惚れする仕上がりになりました これであとは儀式に臨むだけですねん <laughs> もしかして緊張しておられますかお祓いとは言いましたがまれびとはただお座りになっているだけでいいのです私がノリとを唱え鈴を鳴らし 大さを振る。さすればきっと心のよどみも洗い流せましょうふむ、うん、お体がこわばっていますね緊張していらっしゃるのでしょうか仕方ありません荒領事と行きましょう <laughs> ご安心くださいませ荒療治とは申しましたがわかりやすく言えばマッサージというものですまずは肩から参りますね目を閉じて力を抜いて楽にしてくださいませ余計な力が入ってしまっていっては。 よいしょ心のよどみも取れませんよ <laughs> まれびとさまさぞかしうつしおではお体に無理をさせているようですね首から肩に続くこの辺りまるで岩のようになってしまってそれぐいっと。 優しく優しくほぐしていきますね心なしかお顔の方もこわばっていらっしゃるような <laughs> 私にお任せください少しばかり楽しくなってまいりましたここの。 ここめかみのところ、ゆっくり指の先で円を描くように押してあげてそういえばいつぞや知り合いに教えてもらった記憶があります耳の付け根あたりにはリンパというものがあるのですよね耳の付け根 ここをグリグリといかがでしょう体に溜まっていた悪いものがスーッと抜けていくのを感じるでしょうよし今度こそ大丈夫そうですね余計な力も抜けて落ち着いたご様子ですそれではまれびとさま いよいよ本殿の方へ参りましょうかいつの間にかすっかり外は暗くなってきましたね。 夜は太陽に変わり月が空を占める時間神の力がより高まる時間でもあるんですよさてこれよりまれびと様にはお祓いを受けていただきます内し世に起こっている大きな変化 その中で生まれた惑いや憂いが心の中によどみとなって積もっておられるのですたとえ一度それらを払ったとしても今のうしおであればきっと元の木阿弥なのでしょうその時はまた <laughs> いえ何でもありません もしかするとそのようなまれ様のお力になるべく私の方が呼ばれたのやもしれませんねでは始めましょうかまずは目をつむってくださいませそれから全身の力を抜いてなるべく楽に何も考えずに そうです上手ですよではそのままでこれより先まれびとのお体に少し触れることがありますがどうか驚かず身を委ねてくださいませ声を出すのも お控えくださいね。それでは。洗えたまえ、清めたまえと、かしこみかしこみもマウス。 少しの間額に触れさせていただきますねじっとしていてくださいませすぐに終わりますゆえ額の中央正中線などと呼ばれる部分の一つですね人間の体はこの中央の部分に より強く生命の力が宿っているのですこうしてまれびと様の生命と私の体をつなげることでより深い心の中へと神の力が届くようになるのですよ。 我人様の額に触れている私の指先に意識を向けて体の内側心とつながっていることを思い描いてくださいませほらじんわりと。 さ様の胸の奥に優しく温かいものが流れ込んでくるのを感じませんかうんうまくいったようですねではいよいよ最後の仕上げです 払いたまえ、清めたまえ、かんながら、守りたまえ、幸えたまえ。 古ゆらゆらとふるべそなたの行いを日々の努力を我は受け入れましょうこの先の日々も我が見守り 悪しきものをはねのけましょう。この花咲夜姫の何よいて。これにて、はいの儀式は終わりました。気分のほどはいかがでしょうか。胸の奥に凝り固まっていた鬱屈した気持ちが、ほろほろと崩れていくのを感じますでしょう。 風通しがよくなりましたねおや <laughs> すっかりまどろんでしまわれたようですねどうやらそろそろうつしおのまれびとがお目覚めになる時が来たようですこちらでの眠りはあちらでの覚醒。 とはいえ、この本殿の硬い木の床で横になっていただくのは少々心苦しいですねま人様、よろしければ私の膝をお使いくださいませ最後まできちんとお見送りさせていただきます どうですか私の膝の心地は自分では良いか悪いかわかりませんが少なくとも床で横になるよりは良いかと <laughs> こうしているとなんだか母とこのような光景ですねよしよし。よし よく頑張りましたねかわいい子よこれなら眠れそうですかなんて少しからかってみたくなってしまいましたほんの冗談でございますまあ私から見るとうち屋の人々は皆 い,いえ何でもありませんこうして触れているとまれびとさまのよどみが晴れて心が洗われたのを感じますこのままお眠りになって次に目を覚ませばそこは元いたうつしよでございましょうもしや またここに来たいとお考えですかそうですね気に入ってくださったのは喜ばしいことなのですがここにやってくるということはそれだけ心によどみがたまってしまっているということそれは本来望ましいことではないのでこの世界に来ないのが 最も良いことなのでございます。丸、ま、人様、そのまま、まどろみながらで結構ですので、子守歌だと思って、少し、私の話を聞いてくださいませ。私も、丸、ま、人様と過ごせるこの時間を、 とても愛おしく思っておりますですがまれびと様にはまれびと様の生きるべき世界がございますここは本来人ではないものが訪れる場所それゆえ宇宙に戻られた時にはおそらくここでの記憶は失われてしまいましょう 何があったか誰と会ったか何を話したかその全てをただまれびと様がまたうつおでどうしても立ち行かなくなったならその時は再びお会いすることもあるかもしれませんね。 あくまでもただればの話でございますこの領域は神の庭あなた様はまれびとなのですですがそうですね一つだけ確かなことがあるとすれば私はあなたを とずっと覚えていますよさあそろそろお別れの時でございますこの先の日々に歩まれる未来にどうか幸をおからんことを。